ちょっと。今のドアも諸説ある。僕からすると車線を通したい撃ちたいだけど、味方からすると車線を切らないと死んでしまう可能性があったのかもしれない。諸説なのよ。諸説って便利な言葉ですね。もうね、諸説っていう言葉がないと会話が成り立たないことが多いもはや扉ドーンのやつは諸説ないね。あれをトロールって言います。あれをトロールって言います。でも味方によっては、これもじゃあ分かった、じゃあこれも諸説出すわ。あれも味方によったら、配信のエンタメコンテンツが増えました、さらにとんでもない高野菜でトップクラスの語り継がれる伝説を作ったって考えると、味方によってはね、いいのかもしんない。ちょんまるさんだった。